関西電力が川崎町で進めている風力発電の計画について村井知事が景観や環境に悪い影響を与えないかという懸念を示しました関西電力は山形県と接する川崎町に高さ140メートル以上の風車を最大で23基作る計画を立てています風が強く風力発電の敵地とする一方で関西電力が 宮城県と山形県に提出した書類では座王の岡間からの景観や眺望に影響を与える可能性を予測しています村井知事は今日の定例会見で計画への懸念を示しました景観もありますし、えー、環境に与える影響というのもすごく心配をしておりますまあ関西電力、関西の会社が 関西でなく、この東北で、えー、そういった事業をどんどん進めていくということに対しても、正直申し上げて、違和感がございます山形県の吉村知事も、今月1日の会見で、次のように話しています座王といったら、もうやはり山形県の観光の,です、ね、あの最も大事なところでありますので、そういったところにも影響がどうなるのかと。 川崎町によりますと、関西電力は2028年度の着工、2031年度の運転開始を目指しているということです。この計画については経済産業大臣が判断しますが、宮城と山形の知事も公式な意見を述べることになっています。